横浜港未来21横浜グランゲート横浜グランゲートは横浜市西区の港未来地区にある複合オフィスビル設計施工は清水建設ビル内の高層部オフィスエリアにはソニーグループの事業所ソニーシティ港未来が開設されている2016年3月港未来地区54外区の開発事業予定者が清水建設に決まった 同社が当地区において手掛けた横浜アイマークプレイスに続く大規模賃貸オフィスビル開発計画の第2弾に当たる。当開発事業は2017年3月に国土交通大臣の民間都市再生事業計画に認定されている。2017年8月1日の着工後、2020年2月に竣工しており、同年4月に開業を迎えた。 コンセプトは次世代ワークプレイスの創造。オフィス空間は研究開発施設やショールームなど様々なニーズに対応した作りとし、環境対策と事業継続性を融合した e ブシッピー機能の充実を図る。具体的には環境対策として全管 LED 照明やコジェネレーション等を採用し、エネルギー可視化システムを導入、事業継続性として 免震構造を採用して電磁に専用部及び、共用部に約7日間の電力を賄える、非常用発電設備を導入している。これらの建物、室内環境性能により、キャスビー横浜の S ランクやリードコールド認証、ウェル認証を取得している。低層部には、カンファレンススペースを配置するほか、オフィスワーカーや周辺地域にとって、利便性の高い店舗を誘致。また、 歩行者道線のキング軸沿いに位置することから、敷地内には緑に囲まれ、遺行や賑わいを創出する広場が設けられている。2階部分では、横浜駅方面にアクセスする歩行者デッキ、港未来歩道橋と接続している。ソニーが、東ビル一棟を借り、ソニーシティ港未来として、カメライメージング事業などに関連した、事業所の集約、研究開発拠点の設置を計画。 従業員数は3000から4000人規模を想定。また、研究開発拠点では、カメラ事業だけでなく、ディスプレイ製品やメディカル関連機器などの研究開発も進める。さらに様々な企業の研究開発拠点が集積する地域の特性を活かして、企業間連携、オープンイノベーションも推進する。二0二0年三月時点では、同年十月から順次入居。 稼働予定とされていたが、移転完了に伴う、事業開始時期は2021年3月となっている。なお、当初はソニーグループでカメライメージング事業などを手掛けていた、ソニーイメージングプロダクツアンドソリューションズの本社機能の移転も計画されていたが、同社は2021年4月1日付でグループ他社と統合して、消滅、新たなソニー株式会社となっており、 実質的には、同事業などの拠点整備にとどまっている。このほか、ソニーの特例市会社であるソニー希望、光が二千二十年十二月、ソニーシティ港未来内に事業所を開設している。低層部には、商業テナント、カンファレンス施設、宅地施設が入る。飲食店など十店舗ほどが入居予定。災害、非常時における帰宅困難者対策として、 広場やカンファレンススペースを極力開放するほか、災害備蓄品、情報の提供なども行う方針である。当ビルと隣接地の53街区間で、港未来地区のペデストリアン塾である、キング軸とグランモール軸が交差している。また、前述の通り当たりビルは、横浜駅方面からの歩行者デッキ、港未来歩道橋と接続しているが、 東ビルを経由したデッキは53街区の大林組などによる複合開発エリアにも接続予定で、さらに同開発ではその先の鈴鹿通り歩道橋までデッキを延伸し、グランモール軸として一体的に整備する計画となっている。ありがとうございます。